我孫子市教育委員会文化スポーツ課の辻と申します。今回皆さんにご案内したいのは、加納治五郎から学ぶ連続講座、ということになります。こちらなんですが、加納治五郎記念国際スポーツ研究交流センターというところがですね、主催しておりまして、我孫子市教育委員会もそれと、共催してやる、連続講座ということになります。現在、東京オリンピックパラリンピック、2020の件についてですね、世の中で非常に盛り上がっております。それから1月からですね、 NHK の大河ドラマで伊達天というものが始まっておりますが、そこでも役所広司さん演じる加納治五郎のことが多分話題になっているかと思うんですね。その加納治五郎、この話題の中でもあります通り、1940年に開催するはずであった幻の東京オリンピックを東京に誘致してきた立役者ということになります。それがなぜ我孫子か、そのあたりからですね、加納治五郎の人物像を掘り下げていくような講座になっているということです。講座はですね、全4回ありまして、2月16日、加納治五郎のいわゆる柔道家としての精神に学ぶもの、2月23日、加納治五郎が、男女問わず、柔道を始めるように仕向けたということでジェンダーに学ぶ、そして3月2日、加納治五郎がですね、彼は東京高等師範学校という、現在の筑波大学の前身を作った人にもなりますし、それから有名な進学校であります、灘中灘校を作った方でもありますので、加納治五郎の教育に学ぶと、そして何しろオリンピックで平和ということになりますので、3月9日にはですね、加納治五郎から平和を学ぶ、この4つのテーマにですね、分けて皆さんに聞いていただこうかというふうに思っております。加納治五郎と我孫子のつながりなんですけれども、加納治五郎はですね、明治44年といいますから明治の終わり頃、我孫子に別荘とそれから、農場ですね、農園、加納後楽農園という農園を持ちました。彼が、来たことによってですね、加納治五郎の弟子たち、それから加納治五郎の甥であった、民芸運動の創始者柳宗悦が、来ることによって白樺派の人たちがですね、我孫子にやってきたということになります。ですから加納治五郎が来たことによって我孫子が文人たちの別荘地となり、文化が発信されていったということになります。それからもう一つ重要なのが、第一小学校の中に、加納治五郎の直筆の2枚の額が残されています。そこにはですね、勤むれば必ず達す、人をもって鏡となすという重要なメッセージが、ありまして、今でも第一小学校の子どもたちはそれをそらんじることができる、ように、教育されているということですね。加納治五郎は我孫子にとっても、日本の柔道、体育、そしてオリンピックにとっても非常に重要な人であると、いうことがわかると思います。今回の、講座はですね、4回で、1つ加納治五郎を全部網羅することにはなるんですが、いずれの回、例えば興味のある回だけでも結構ですので、ぜひですね、お申し込みになってこちらの講座に参加されてください。よろしくお願いいたします。ご参加お待ちしております。